回る回るよレイラン回る。お疲れ様です。乾杯。あ、ないやん。今何時よ。行くしかないやろ。デブ。はい、どうもー。サポンです。はい、どうもー。ポンポンです。はい、ということでやってまいりました、朝の大阪京橋駅。実に爽やかな朝だ。はい、ということで本日は朝からなんとラーメンがワンコインでいただけるお店があるということで、今お店に向かっております。いや、こう歩いてるだけでも、あ、いやー、この上りが目立ちますね。そう、これこれ、朝限定の6時から9時かけラーメン始めました。500円、朝からワンコインラーメンって。雨女発揮してしまったんで、行ってきます。失礼します。ポイントこちらです。これまでに降った雨で東北から九州にかけて広い範囲黄色の、今は朝なのでこちらのメニューになるんですけれども、この500円玉を使う日が来た。ただ大阪や福岡では木曜日頃まで新規ではまだ雨が状況続きそうですね。お願いします。はい。現在土砂災害警戒情報を受けられます。
大志持ってない。あ、大丈夫です。ラーメンのできるタイミングとともに流れたんですか、音楽が。たまたまです。あ、たまたまですか。出来たてのご飯ができました。あ、出来たてのかけラーメンかと思っちゃった。朝の6時から9時限定のかけラーメン500円です。鶏ガラとタイの旨味が出てて甘いです。麺はもちもちしててかけラーメンですけど、結構お腹にずっしりきますね。まあうちは締めのラーメンなんですけど、ごめんなさい、これ朝限定です。卵サービスなんで。え、どうなんですか。生卵がついてるんですか。そうですね、愛媛県の生卵を。日替わりの富玉っていうやつですね。あ、すごい。本当は80円するんですね。そうです、うん、朝の6時から9時限定でついてるんですか。朝だけついてます。ラッキー。艶やかで、もはや芸術的。このしらす飯をちょっと買ってもいいですか。はい、はい、しらす飯はやったら明太子付きか、普通のやつか。じゃあつけます。はい、お願いします。いや、ただでつくんやったらつけますよね、皆さん。それまで10年ぐらいは居酒屋さんやってたんで。あ、そうなんですか。じゃあ1回も居酒屋さんやったんですか。そうです、2回もあの座敷で居酒屋やってたんですけど、あ、もうちょっとコロナでダメだったんで。あ、それでちょっと業態変化でラーメンさんを始めたっていうのが、はい。この朝の6時からって他で見たことないんですけど。もともと居酒屋さんの時に朝4時から開けてたんで。すごい。今日は最速を狙って。今日は最速、いや間違いないですね。他でないですね多分。はい、今まだちょっと6時で
試してますけど、ゆくゆく5時になり4時になり、はい、早い。最後3時になると思う。でもマスター寝れます？あんまり。夜に閉めると次買い出しとかがもう閉まってて行かれへんなっちゃうんで、あ、市場とか深夜には開いてないんで。本当ですね。その市場行って、はい、タイのアラ買ってきたりとか。あ、レッドブル様様。今日はちょっと持ってきてないんですけど。あ、いい。はい。寝てない一番の男子みたいな。あ、じゃあ、いますよね。今日何時間しか寝てへんねんってやつ。はい。大丈夫、そんな感じには聞こえてないです。しらす明太子飯やってきました。朝から贅沢です。盛り盛りに乗ってますね。これは醤油かけていただいたら。醤油なくても結構。あ、もうこのままで。醤油いらないですね。このままで美味しい。お昼のメニューで一番人気なのは、隠し味にみかんや里芋を使ったこちらの愛媛ホワイトみたいなんですけど、夏にさっぱりいただけるということで、こちらの今限定で販売されている愛媛クリアも人気だそうです。タイ塩ラーメン、こちらは日によってある日とない日があるそうなので、また日はラッキーデーです。大将といろいろお話してたんですけども、愛媛愛が溢れてて、もうなんか私もちょっと愛媛に行きたくなってきましたもんね。このまま行っちゃおうかな。愛媛県知事から認定された認定証もあります。これ愛媛のワクチンです。あ、じゃあ接種していこう。え、1個、1個、2個とか。何個でも。すごい、ポンですか？はい、ポンアーミーです。あ、私ね、レイランナーっていうチャンネル名なんですけど、あのポンポンっていうニックネームでやってるんで。あ、そうなんですか？2個もらっていいですか？どうぞ。ありがとうございます。本日は大阪共和線から徒歩2分ほどの場所にある愛媛県産で朝ラーをいただいてきました。愛媛愛あふれる大将で、調味料から一つ一つこだわって愛媛のものを取り寄せてらっしゃって、大阪で愛媛をこれだけ楽しめるお店は他になかなかないです。朝ラーメンは6時から9時まで、そしてお昼11時から15時までは通常のラーメン営業となっております。ぜひ皆さんも愛媛県産へ行ってみてください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。朝ラーしたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。どうも、ヨルトンです。朝は